基本的に年収の2割以上貯金してれば、私ちなみに副業でちょっと面白いかなと思ったのはですね、はい、皆さんこんにちは、お金に悩むすべての人をパワフルにするこのコーナー、お金の部屋へようこそおいでいただきました。フォーサイト FP の講座を担当しております、CFP 認定者伊藤亮太と言います。ぜひよろしくお願いいたします。このコーナーではですね、実際に視聴者の皆さんから寄せられたいわゆるお金に関する悩み、これに関しまして、私ファイナンシャルプランナーである伊藤がですね、お答えをいたしまして、少しでも皆さんがハッピーで元気で、そして毎日が楽しくなる、そんなアドバイスをしていきたいと思っておりますので、ぜひですね、皆さん困ったことあったらですね、投稿していただければと思っております。はい、ではですね、トゥデイズコンサルテーションということで、正直、毎月ギリギリの暮らしであると、大好きな英会話はやめたくないけどももっと貯金もしたいという女性ですね。で、この方じゃあ実際にどうなってるかというところを見ていきたいと思いますけども、世帯年収のところを見ていただくと、まず 約380万というふうに載っております。で、月収手取りが25万3000円ということは、まあ、ボーナスはそこまで多分ないのかなというところでしょうかね。で、いろいろ費用が引いたものが、トータル20万1800円というふうになっております。貯金したいという観点からはこの人どうかというと、今20万1800円ですよね、1ヶ月あたりね。で、手取りが25万3000円でしょ、まあ、引いてもらえば分かりますけど、だいたい5万1200円ですか。これが貯金できてるというふうに見なして多分いいと思うんですね。そうすると年間で60万ぐらいで、かつボーナスも多分あると思いますから、80万ぐらいは多分貯金が今の段階でもできるんじゃないかなというふうに思います、ざっくり言えばね。で、この80万の貯金っていうのは低いのか高いのかって話なんですけど、380万のうちの80万だとしたら、これ大体 20% は超えているわけなんですよね。基本的に年収の2割以上貯金してれば、私個人的には OK というふうに見なしています。22% ぐらいが全国の大体平均になりますので、 22% で計算すると83万ぐらいですから、この方の場合、まあ80万から85万ぐらいが、まあ、頑張って貯金してる方じゃないかなというふうに思います。ただね、英会話これは継続したいというふうに書いてありますよね。別にいいんじゃないですかね、これぐらいだったらね、何ら使っても問題ないと思います。まあ、この中で一番気になってるのはですね、これもう水道ガス電気とかこの辺は削れないからもうしょうがないで、食費も3万5000円っていうのはまあこんなもんですかね、1日1000円ぐらいでしょう。で、交際費これ何なのかなってことね、これ何に使ってるのかで問題ですよね。パッパパパ飲みくれパーッと使ってるのか、ボーイフレンドとどっか行ってるのか分かりませんけども、この交際費は見直す価値があるかもしれないですね。もちろん削れないということであれば、そこはやむを得ないと思いますけど、多分この中で、投げなた振るってざっくりと削るのであれば、やはり交際費かなというふうに思います。まあ他はですね、別に削る必要もないし削らない方がいいかなというふうに思いますので、もし見直すんだったら交際費のところを見直してもらうといいかもしれません。あとちょっとこれ中身が分かんないから何とも言いませんけど、保険の毎月8000円というのもちょっと気になりますね。これももし必要のないものであればカットしてもらってもいいかもしれない。それだけやるだけでも全然違いますよね。だってもし4万8000円が仮に1万5000円ぐらいここから貯金できたらどうなりますか。年間で18万増えるから100万ぐらい貯金できるって話になりますので、なのでこうすれば別に問題ないし、貯金もかなり増えてるというふうになると思います。かなりこの方頑張ってる方だと思いますよ。全然問題はないと思います。副収入得るんだったら、もし皆さんのお仕事がね、副業 OK であればいいんですけど、ダメだったらそれはちょっと考えなきゃいけないと思いますので、そこはですね、ぜひご自身で、まあ副業するなりいろんなこと探してみるといいと思います。私ちなみに副業でちょっと面白いかなと思ったのはですね、例えば座談会とかね、試食会に参加するっていうのは結構面白いと思いますよ。試食会とかですね、例えばご飯食べて感想書くだけなんですけど、3000円4000円もらえたりします。座談会とか行くとね、だいたい1時間とか2時間で8000円ぐらいもらえますから、いいお小遣いになりますので、そういう考え方もあるというのは知っておかれると面白いかなというふうに思います。ということで、今回の、お金の部屋はいかがだったでしょうかね。
まあ、貯金しろという話と、少し削れという話しかしておりませんけども、まあ、副業は自分で頑張ってください。ね。こういうことでよければですね、いくらでも、いろんなね、メッセージを送ってもらえればと思います。もう少し細かい話でも構いません。ただ、世の中に出ちゃいますよ、数字はね。なので、ざっくりとした数字で、話はしたいと思いますが、ぜひ、暇なことがありましたら、コメント等を残していただくか、メッセージを送っていただければと思います。それではですね、また来週金曜日にお会いしましょう。さよなら。